石川県には大雨警報が発表されており、被災地では今後、土砂災害に厳重な警戒が必要です。日本海側は昨日から断続的に雨や雪で、徐々に降り方が強まっています。石川県には現在、大雨警報が発表されていて、新たな土砂災害の発生に厳重な警戒が必要です。今日昼頃にかけては。 発達した雨雲がかかりやすく野戸地方などで雨が強まりますその他、北陸の内陸や北日本は雪が降り積雪が増える見通しですさらに低気圧の影響で東日本や西日本も冷たい雨が予想されています